あなたは会社や学校、または家族など、身近に嫌いな人、仲の悪い人はいますか？もちろんプロ野球の世界は、ガチガチな競争社会ですから、おのずと犬猿の仲という確執が生まれてしまうのです。仲良しごっこで勝てるほどプロ野球の世界は甘くありません。男たちの戦いの中には、いくつものドロドロのエピソードが存在するのです。今回はそんな確執のあった、プロ野球選手たちを紹介していきたい。松中信彦と城島健二、大英ホークスの黄金時代を支えた二人の選手だが、犬猿の仲だったと言われている。そもそも二人は、対照的な性格だったのだ。城島は、先輩や OB などでも、平気で食ってかかるような、鼻っ柱の強さがあった。一方松中は、社会人野球出身ということもあり、礼儀正しく秩序に厳しいタイプの、人間だったと言われている。当時は主力だった井口を含めて、仲は良くなかったと言われていますが、そんな中でチームは、全盛期を迎えたわけです。現在千葉ロッテマリーンズの、監督井口に関しては、2年前に松中を、臨時コーチとして招集しています。決して交わることのない二人、と言っていたファンたちは、これに驚きを隠せなかったようです。さて松中と城島ですが、この二人の仲の悪さを見かねた王監督が、激怒したという話もあります。また FA であちこちに行く城島と、ホークス一筋の松中では、チームへの考え方に違いがあったようです。城島は、松中にものを言うことができる、数少ない人間ですから、そのような点で、確執はあったかもしれません。しかし確執やすれ違いがあったとはいえ、松中は過去のインタビューで、チーム内には、久保さんや井口、城島というライバルがたくさんいて、良い環境で競い合うとともに、悔しがるという気持ちが、チーム全体に浸透していきました。それが優勝に結びついていったと思います、と話しているように、野球選手としては、良きライバルでもあったのかもしれません。王監督が大英時代の優勝インタビューで、選手、監督、コーチが、これほど一体感を持って戦ったのは初めてです、と話しているようにも、バチバチの関係はチームを熱々にしたようですね。お互い球界を代表する、プレイヤーであることは変わりありません。菊池雄星とデーブ大久保。当時は選手とコーチという関係であったが、ある出来事をきっかけに、距離ができました。2010年、埼玉西武ライオンズのコーチだったデーブ大久保の、まだ若かった菊池雄星への暴行が発覚。行き過ぎた指導だったとして、球団から解雇されたのだ。その事件から6年が経った2016年、デーブ大久保が当時監督の渡辺久信に取材した際、渡辺から、雄星に謝ってくれないか、と申し出があった。デーブ大久保は、ぜひ謝らせてくださいと希望。当時は自分の指導法が、絶対に間違ってない、と思い込んでいたが、裁判をやっている間に、ライオンズの方が正しい。絶対正しいと気づいた、と語っているように、デーブ大久保は反省している様子だった。そして翌2017年のキャンプで、菊池雄星とデーブ大久保の再会が実現した。デーブ大久保が菊池の部屋に入ると、デーブさんすいませんでした。僕が悪かったです、と号泣したそうだ。デーブ大久保も、雄星、悪かった。俺みたいな大人が苦しめて、申し訳なかった、と返し、関係は修復したという。コーチという立場上、デーブ大久保が悪いとはいえ、菊池も号泣したことから、距離ができた7年間は、両者ともに気がかりだったのではないか。宇都宮哲也と中澤忠篤。宇都宮は現在、埼玉西武ライオンズに所属しているが、読売ジャイアンツのエースも担った好投手。2011年、2012年には最多勝を獲得し、チームのリーグ優勝、日本一にも貢献した。一方、中澤は高校卒業後、中日ドラゴンズに入団し、その後ソフトバンクホークスに移籍するも、思うような結果が残せず、2012年オフに戦力外通告を受けた。そんな二人は、敦賀気比高校の同級生。なぜ、二人の間に溝が生まれたのかというと、それは3年春のこと。敦賀気比が春の選抜を決めていたものの、中澤の無免許での飲酒運転で事態となったのだ。当時高校生屈指のサウスポーだった宇都宮からすれば、たまったものじゃないですよね。さらに宇都宮には、ジャイアンツへの入団願望があった。後に社会人チームを経て、ジャイアンツに入団するものの、甲子園でのアピールチャンスを、失ったのは大きいはず。その後プロの世界で、両者の直接対決が2打席だけ実現。宇都宮が連続三振に切った。宇都宮の方からしたら、少しはスッキリしたのではないだろうか。落合博満と立浪和義。落合は言わずと知れた最強打者であり、名監督である。一方立浪は PL 学園高校卒業後、中日ドラゴンズにプロ入り。プロ1年目の、ショートでのゴールデングラブ賞は、ある種アンタッチャブルレコードでしょう。落合が引退してから、二
2人は監督と選手という関係になるが、これが因縁の始まりとなる。2006年シーズン、立浪と森野のレギュラー争いが注目されていた。立浪は、オープン戦初戦がいきなり9番 DH。さらには森野の骨折で、レギュラー確保は確実かと思われたが、女神は立浪には微笑まなかった。この頃の立浪は、全盛期に比べ守備や走塁が著しく劣化。落合監督は、立浪がダイヤモンドを一周したら、足がパンクするんじゃないか、と発言も残している。結果としてカープ戦で、致命的な守備ミスをしてしまい森野と交代。そのままレギュラーを奪われる形となった。翌年には、育成選手として中村典弘が加入。ミスタードラゴンズのプライドは、粉々に砕け散った。普通なら長年ドラゴンズを背負ってきた選手から、簡単にレギュラーを剥奪するなんてできません。このことから、落合監督の嫌がらせでは、と未だに疑問を持っているファンも少なくはない。その後も代打起用が続き、本人も面白くなかった、と話しています。そして立浪が引退後、背番号3を永久欠番にしようと、ファンの間で署名活動がありました。しかし落合監督は、森野にその番号を渡そうと、考えていたそうです。過去のインタビューで立浪は、実は落合監督とあまり関係は良くなかった、と話している。ただ、日を重ねるごとに、落合監督の考え方も分かって一番勉強させてもらった。人間的にも成長できた、とも語っている。人の間にできる溝というのは、その後の向き合い方によって、良い方向に向くこともあるのかもしれない。落合博満と清原和博。また落合さんですね。あの癖の強い性格だと、敵を作りやすいのかもしれませんね。一方清原は、引退後はご存知のように色々あったが、高卒1年目から30本を超えるホームランを放つなど、超一流バッターである。清原が巨人に FA 移籍をした際、巨人に提示した移籍条件に、一塁を守らせるという条件があった。ポジションが被る落合は、巨人から日ハムに移籍。落合と清原の不仲はここからスタートしている。移籍後の清原は、巨人のプレッシャーのせいで、後期に打てないことがあり、そのことを落合はインタビューで、清原はあんなもん、とマスコミに答えています。清原和博くんとレギュラー争いをしても、負ける気はしないけど、長嶋監督が悩む姿を見たくない、という発言も、落合の実力、実績なら納得できます。清原について、サードなり、外野なり、別の起用法を、ジャイアンツが提示していたら、状況は変わっていたかもしれませんね。2013年頃には週刊誌などで、清原は落合の素行をたびたび暴露していた。チームメイトの立浪和義選手をいじめたり、後輩を使い走りにしながら代金を支払わない。といった話の他にも、落合は変態度 M、と禁断の性癖まで、白日のもとに晒してしまった。これに対し、当然落合はいても立ってもいられない。落合は知り合いのテレビプロデューサーに、清原を使うな、と抗議の電話をしたこともあったという。また同じく週刊誌で、当時落合 GM、谷繁選手兼任監督体制に決まったことに対し、清原が、ふざけてるわ、監督は立浪がならんとあかんでしょ。立浪の存在っていうのは、巨人で言うたら原さんや。なのに落合さんがずっと邪魔し続けてるんや。そういえば終身 GM なんて報道もあったらしいな。一生、立浪を監督にさせない気かよ、など怒りや不満をぶちまけた。これだけお互いに、文句や愚痴を言っていると、仲が悪いとしか言いようがないですよね。いかがだったでしょうか。プロ野球というのは、ヤクルトスワローズ村上の応援歌の歌詞を借りると、選ばれしも殺到地、である。それだけシビアな世界で、選手たちは本気で向き合っている。今回挙げた選手のほとんどは超一流選手で、自分を持っている選手ばっかりだ。乱闘はここ最近見られなくなったものの、選手たちがバチバチに、ぶつかり合う姿は魅力的ですらある。ということで、チャンネル登録するかどうかはお任せしますが、もう一本 K の動画をご視聴いただけると大変嬉しいです。